下げの新曲「残りか」が本日6月19日0時に配信スタートした。本作はドラマ「墜落 JK」と「廃人教師レッスン2」のエンディング主題歌に起用されている楽曲。20時にはメガボルトも公開。こちらはドラマの監督も務めている枝裕歌監督を起用しているとのこと。人間が持つリアルな感情を楽曲全体を通して感じることができる。聴いた人の頭に残るキャッチーなメロディとドキドキ感のある展開が印象的な残りかをどのような映像で描くか楽しみにしたい。リリース情報。残りかドラマ墜落 JK と廃人教師レッスン2エンディング主題歌発売日2024年6月19日水曜日 DL& ストリーミング https://osage.lnk.2/lingerimgxcent ライブツアー情報。下げアンサンブルツアー2024チケットはこちらから https://eplus.jp/osage/202460608土曜日愛知名古屋 L サイズ 2024.06-09 日曜日香川高松チューニス 2024.06-15 土曜日北海道札幌クレイジーモンキー 2024.06-22 土曜日福岡福岡クエブリック 2024.06-23 日曜日広島ケーブ BE 2024.07-06 土曜日宮城仙台園セカンド 2024.07-07 日曜日新潟ゴールデンピックズブラックステージ 2024.07-14 日曜日大阪梅田シャングリラワンマン公演 2024.07-27 土曜日東京渋谷 WWWX ワンマン公演。ツアーファイナルドラマ情報。墜落 JK と廃人教師レッスン2024年6月11日火曜日特別総集編放送6月18日火曜日よりレッスン2順次放送スタート30分6話 MBS 毎週火曜24時59分 TBS 毎週火曜25時28分放課出演橋本涼高石あかり田村ファイル村上武小川春奈学かける原作空墜落 JK と廃人教師、白戦車、花と夢連載監督、枝裕歌、映画、少女開口、ドラマ、港商事、コインランドリー、高橋明月脚本、高橋明月、映画、さようなら、今晩は、正しいバスの見分け方かともに、ドラマ、俺の美女化が止まらない、科捜研の女 OP 主題歌、音は、と、は、宣誓布告、ソニーミュージックラベルズ ED 主題歌、プロデューサー、上浦優馬、MBS、瀬島翔、スタジオブルー制作プロダクション、スタジオブルー制作、墜落 JK と、廃人教師制作委員会、MBS 制作著作、コピーライト空、白戦車コピーライト、墜落 JK と、廃人教師制作委員会、MBS、公式 SNS ドラマ公式 Twitter、スロープジャック MBS https://twitter.com/tsuirakujkmbs ドラマ公式インスタグラムスロープジャック MBS https://www.instagram.com/tsuirakujkmbs ドラマ公式 TikTok ドラマ MBS https://www.tiktok.com/ドラマ MBS 公式ハッシュタグツイハイドラマ墜落 JK と廃人教師配信 TVer 動画イズム見逃し配信1週間配